よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。はい、それでは、集まっていただいたファンの皆様に一言ずつ挨拶をお願いいたします。まずは後藤選手からお願いします。はい、東京支部の4680の後藤美久です。よろしくお願いします。はい、お願いします。4680、はい、はいはい、東京支部4825の倉持りりです。よろしくお願いします。はい、お願いします。ということで、お座りください。はい、さあさあ来ましたよ。来ましたね。はい、東京ネクストですよ。東京ネクストね。はい、東京ネクストっていうのは皆さん選手たちはこう理解されてるんですか？はいあ、そうですか。はい、まだねちょっとふんわりした状態ですけど、まあ、まだ今言っても始まったばっかなんでね。はい、東京支部がもう一丸となって頑張っていこうっていうプロジェクトですから。なるほど、はい、そう聞いております。はい、それを代表して今日は皆さんが今日はそうですね、はい、お話しする。昨日もね来てくださいました。あ、そうなんですか。2日連続で選手の方に来ていただきまして、東京ネクストを盛り上げていこうということなんですけども、はい、2人とももうマイク下置いて喋る気ないですよ。寒いですからね。大丈夫です。はい、はい、どうですか。はい、もちろん寒いですからね。はい、寒いですから。どうですか東京支部は。最近の東京支部は最近新年会とかあったんですか。新年会とかそういうのありました。東京支部のみんなでみたいな、そういうのやるんですか。新年会やりました。やったんですけど行ってないです。あるんです。あるはあるんですか。あるのはあったんですか。あ、なんかあのブロック別で神奈川とか千葉とか。はい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 、だ多いから。なるほど。まあ、広いですもんね。東京市もね。どうしたんですか。大丈夫ですか。ちょっとなんか座り心地が。すいません。ちょっと100人以上いますから。東京支部だけ。後藤選手は、どのブロックに。私はあの多摩川の地区の。三玉ブロックっていう、ああ三玉ブロック、はい、ああっていうのがあって、はい、そうです。どういう選手がいらっしゃるんですか。はい、男の人だと、はい、村田さんとか、はいはいはい、長岡さんとか、はいはいはい、田中剛さんとか梶野さんとか、はいはい、ああなるほど。三玉ブロック、あと三玉ブロック女の人だと宮本さんとか、はいはいはい、田村さん、はいはい、平田さんとか、はいはい、あそういうブロックがあって、はい、で新年会あったんですけど行、はい、かなかったんですね。はいはい、行かなくてもいいですね。いや、ちょっと用があったので。用が、ね、新年会より大事なね、用がね。はい、倉本選手はどういうブロック、ロック私は茨城ブロックです。茨城ってそれいるんですか。他にいるんですか。あの超少人数で、多分一番少人数で茨城ブロック。ちなみに誰がいらっしゃるんですか、はい、茨城ブロックは。女子だ と、はい、と岡野さん、はい、かやばさん、はい、森作真奈さん、はい、もういるじゃないですか、はい、あと大橋ゆず。あ、はい、大丈夫です。はい、男子だと、男子だと、はい、森作兄弟、はい、はいはいはい、とかあの萩原さんとかですかね。あ、なるほど、はい、なるほど。あ、その辺がいると。7人、はい、7人ですね。その新年会みたいなのはあったんですか。あったんですけど、私もちょっとあの体調不良で一丸となってやっていこうって言ってるのに新年会行かないで。新年会大事ですよ、東京ネクストにおいて。そうです。はい、あ、忘年会は行ったんじゃないですか。あ、忘年会はあったでしょ。いや、忘年会はないんですよ。はい、新年毎年あのこうお正月のレースが終わった、あその後に、レースの後にやるって決まってるんですけど。あ、なるほどなるほど。年に1回。ああ、倉本選手も忘年会はなかったですか。ないですね。ああ、なるほど。新年会メイン、はい、そのメインをもう2人は行かなかった。なるほどね。でもまあ盛り上げていこうという気持ちはありますよね。はい、盛り上がって、はい、ね、はい、盛り上がってますから、ね、はい、行きましょう。はい、はい、ということで、うん、あのレディースオールスターの方がね、はいはいはい、とうとう発表されましたよね。発表されました。宮島でしたっけ。はいはい、であるんですよ。はい、皆さん投票しました。レディースオールスター、レディースオールスター、今ちょうどね、うん、あの SG のオールスターは今やってますけど、投票やってますけど、レディースオールスターがやるんですよ。はい、はい、そしてなんとなんと、はい、倉本選手は33位、すげえ、そして、はい、後藤美久選手48位で見事出場ということで、はい、うわー、おめでとうございます。ありがとうございます。すごいよ。さあこういう、すごいよ、こういう結果とかはやっぱり選手の方々はやっぱ多少意識はされるんですか。まあ、よかったなみたいな、うん、どうですか。レース場で走ってる時に、はい、発表だったんで、あ、なるほど、あ、入ってるって、ね、はい、はい、ミクさんが上に貼ってあるよって言って見に行きました。張り出されたんですね。そうです。張り出されて、
いやすごいですよね、メンバーもやっぱそうそうたるメンバーの中に、そうそうたるメンバーでね、はい、でやっぱり、はい、あれですね、若手選手も結構入ってるんで、はい、東京支部結構いますよね。東京支部はね、はい、いますね。だ富樫選手とか、はい、平田沙耶香選手、はい、廣中選手、はい、桜本選手ですね、この2人を除いて、はいはい、すごい、はい、結構いらっしゃいますね。で我々の投票の成果が出ましたよね、はい、投票しましたから、ね、投票しましたよね、みんなしてるわけですから、はい、僕らもしましたし、僕らもしましたよ、はい、ありがとうございます。いやしてないと思ってしてないと思ってますよね。してるんですよ僕ら実際。しましたよ、じゃあ、はいはい、ありがとうございます。ちゃんとしましたよね、はい、まあ、一応深尾ちゃんにも入れたんだよ、深尾ちゃんにも。深尾ちゃんが山川美幸声をね。そうなんですよ、これ問題ですよ、これ問題ですけども、はいはい、まあ、お二人出場するということで、はい、まあ、応援していきましょう、そちらも。そうですね、はい、はい、どうですか、これなんかね、はい、オールスターとかって言われるとちょっとなんか、はい、気持ちはどんな感じですか。いやそれもちろん優勝を目指してね、いきますよね、はい、そこは、はいはい、はい、ちょっと倉本選手ちょっと吉本感出すぎてる、ね、最近吉本のルミネのイベント毎回出てるんで、うん、慣れちゃって、うん、ね、慣れてないです、はい、慣れちゃって、ね、本当にね、どうですか後藤選手は、こういうオールスターあるでしょう、初めての大会ですけど、なんか一般戦とか G3 以外の G2 なので、はいはい、そういう記念が初めてなので、はい、でも楽しみたいなと思います。本当ですか。なんかちょっと今日2人とも心こもってないというかね。上ついたトークやってますけどもね、どうですか宮島は、どうなんですか、確かに宮島は気になりますよね、はい、宮島、私1回しか行ったことないんで、はい、その時は記憶にない、記憶にない。1回だけ行った記録が残ってる、あ、なるほど、ね、記憶にはない、あんまりそのじゃいいイメージはそんなないことですね、はい、うん、でもね、はい、その時とは違いますから今はね、そうですね、はい、後藤選手は、宮島は、私は結構走ってるんですけど、はい、まあ、あんまりいい水面ではないですけど、なるほどね、はい、あんまりいいイメージがない、いいイメージじゃないですけ ど、はい、なるほどね、変えましょう今回。今回で変えてもらいましょう、今回で変えてもらいましょうよ、はい、ね、はい、ということで今やってますけども、最近どうですか近況は。近況、はい、2人とも一緒だったんですかレースが。あ、この間ね、はいはい、1月15日の常滑、はい、一緒だったんですけ どうでした。あれ結構大変でしたね、風もすごい吹いてね、はいはい、どうでした後藤選手。でも初日2日目が雪で、はいはいはい、安定版も出てたので、はい、うん、でも初日にちょっと待機行動違反しちゃったので。なるほど、はいはい、ろくな説じゃなかった。初日に待機行動違反とかって言われると、うん、ちょっとやっぱテンションは下がりますか。はい、そうですね。なんでみたいな。辛いよね、いきなりね。はい、私今やったみたいな、そういうことですか。待機行動違反っていうのは、はい、まあ、もちろんやってる最中は分かんないわけじゃないですか。はい、で終わってすぐ呼ばれるんですか。あ、すぐ呼ばれます。はい、はい、後藤はすぐちょっとこっち来いって。お前待機行動違反な。はい、マイナス7点。マイナス7点な。はい。はい、そんなやり取りなんですか、本当に。怒られるんですか。はい、あ、こんな感じです。倉本選手はどうでした、常滑。結構走れて、常滑、はい、初めてスローに入ったんですけど、はいはいはい、どうでした。まあ、あの1コース、はい、1コース入ったんですか。ちょっとテンパりすぎて、はい、ちょ1秒早く起こして、はい、周りに誰もいなくて、はい、それもみ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 して38ぐらいです。よく38入れましたね。はい、すいません。誰もいなかったんでしょ。はい、え、早く起こしすぎたがゆえに、なんかもう、はい、一人旅しちゃって、うん、あれっつって、はい、うん、なんかもうなんかおかしいのかさっぱりどこか分かんなくて。でもよく話しましたね、38、はい、横全員通り過ぎてたんですか。はい。まあね、後藤選手はでももううち入ってるでしょ、はい、結構、はい、入ってます。もうだいぶやっぱ最初は難しいもんですか、ああいうのは。そうですね、外ばっかやってたら、うん、スタートの見え方も違うので、うん、なるほど。どれぐらいかかります、その慣れるまで。まだ慣れないです。あ、まだ慣れないですか、やっぱやっぱね、確かに難しそうですよね。はい、はい、ということで、はい、ちょっとお時間の方がね、あ、もう来ちゃいましたか。メッセージ来ちゃいましたけども、はい、この後あるんですよね、8レース、うん、発売中に、あちら次の発売中に、はい、あちらのオールスターの、投票のちょっとお手伝いをお二人がしていただけるということで、はい、していただけるということなんで、はい、8レースあちらでね、オールスターの投票やってますんで、よかったら皆さん参加してみてください、はい、ということで、でこの後も9レースに
国級レース発売中にここでトークまたお二人にありますんで、その時はね、はい、もっとプライベートな話をね、はい、聞きたいと思いますんで、よかったら集まってください、はい、ということで、じゃあ選手退場します。それでは後藤美久選手と倉持凛々選手でした。ありがとうございました。どうもありがとうございました。よろしくお願いいたします。はい、じゃあお座りください。いやね、寒いですからね。今日は冷えますけども、はい、はい、先ほどは結構レースのこととかね、はい、聞いたんですけども、はい、何の音ですか？ちゃんとして何してるんですか？何の音ですかそれ？何の音なんですか？ゴツ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 。どうすと？うるせえ黙ってろみたいな。うるせえ黙ってくださいよそれ。うるせえ黙ってる、ね、本当にね。はい、ちょっとプライベートのね、あ、なるほどね、話は聞いてみたいと思うんですけども、プライベート どうなんですかね。はい、最近どうですかプライベートの方は？充実最近充実されてますよね後藤選手は。はい、まあ、はい、どうですか？楽しく楽しく、はい、日々、はい、はい、仲良く仲良く。誰と誰とよあれね、言っていい、あれでしたっけ？あ、はい、大丈夫です。ご結婚、あ、そうなんですか？そうなんですよ、はい、7月にして、はい、ご結婚されて、はい、まあ言ったらまだ新婚みたいなもんですよね。そうでもないんですか？はい、新婚じゃないんですか？そう、でもさっき裏で夜ご飯作るのめんどくさいって言ってました。あ、言ってました。ダメですよ、ちゃんと作んなきゃ。ちゃんとされてるんですか料理は？はい、あ、してます。あ、でもやっぱちょっとめんどくさいですね、はい、家事は基本的にはあんま苦手？いや、するんですけど、はい、やっぱレースで1週間何もしないので、はい、あ、なるほど、はい、で帰って帰ってやることあるやんみたいな。はい、いやでも倉持選手料理が得意って書いてありますよ。嘘でしょそれ。嘘ではないです。嘘書いてあるんですかこれ。得意なんですか？いや、割と、はい。得意料理なんですか？得意料理、まあ、はい、ミートパイとかそういうなんかちょっと洒落たの作ります。ちょっと洒落てるね。ミートパイ、ミートパイ、はい、グラタンでしょそれ。違う。パイって言ってんじゃん。キャラ弁、キャラ弁を作るってか。キャラ弁も作る。キャラ弁、まあ、キャラ弁、まあ、あの最近全然やってないんですけどね、はい、あのカフェ風なやつ作ります。ワンプレートみたいな。ワンプレートか。あ、なるほどね。あ、そういうちょっとこうおしゃれな感じの作るのが好きなんですね。はい、へ、興味ない。興味なさすぎじゃない？全然興味ないじゃないですか。いや、興味ありますよ。はい、どんなんか見てみたいなとか思いますけどね。後藤選手も、後藤選手はどういうご飯を作られるんですか？もう普通の夜ご飯です。もうそういう凝ったのはしないですね。はい、で普段は、旦那さんはあれですよね、普通の一般の。そうです。はい、方ですよね。はい、ってことはまあ朝起きて夜帰ってくるような仕事の方ですか？はい、そうです。じゃあ朝ごはんとかもやっぱり？朝ごはんは食べないので、はい、もう夜だけですけど。いや、それ食べないの、自分が食べないだけであって作らないってだけなんじゃないですか？旦那さんは作ったら食べるんじゃないですか旦那さんも。あのちょっとパン屋さんなので。あ、なるほど。朝が早いので。朝が早いから。早いですね。はい、なるほど、なるほど。パン屋さんと結婚されたんですね。なかなか珍しいですね。はい、いいですね。見た、あ、結婚見たことあるんですか旦那さんとかは？あのこの前常滑の帰りに新幹線で写真見せてもらって、はいはい、めっちゃ優しそうな人でした。あ、そうでした。はい、パン屋さんっぽかった。パン屋さんっぽかった。どういじってんじゃないですか？いじってない。ねえ、そうなんですね。お休みの日は何されたりしてるんですかお二人は？確かにね、まあ、後藤選手はって言っても休みがじゃああんまり合わないっていうか。はい、パン屋さん。そうですね、あんまり一緒には合わないです。ああ、でもたまに一緒で二人でどっか行ったりとかもするんですか？パン屋巡りです。パン屋のようにパン屋巡り。勉強する、勉強してるってことですか旦那さんが？はい、へえ。私は付き添いでただ行ってる。パン屋についていくんですか？はい、はい、でもご飯の方が好きです。あ、ご飯が好きなのに。染め派なんですね。あ、だからやっぱりね、本当一番好きなものとは結婚できないみたいなこと言いますもんね。ね。ご飯よりパン、パンの方と結婚したってことですもんね。そうです。パンの方って。レース場巡りみたいなのはしないですか？あ、その旦那さんにね、逆にその、うん、私こういうとこで仕事してんだよみたいな。うん、しないです。あ、一切、応援しに来たりしないですか？しないです。もうパン命なんですね。パン後藤選手って感じですかね。どう順位付けすると。順位付けすると負けてるかな。まあ2位なら、まあ、なるほどね。はい、どうですか倉本選手は？倉本さんは何してるんですか？お休みの日は。割と、うん、はい、
あのアクティブに動いてます。アクティブ、はい、スポーツ。なんですか。そうですね、ランニングはもう毎日してます。はい、何キロ。いや、あの週で今週は45キロとか決めたら 45? そうやってこうコンスタントにこう走って。あ、じゃあやっぱお運動が好きなんですね。じゃあ、はい、大好きです。うん、他にはそのランニング以外でやるようなことですか。ランニング以外、はい、ランニング以外、例えば趣味でバスケやってるとかね。はいはい、あ、でも、あれ、うん、走るオンリーなんですか。水球はしますかね。うん、だから、はい、そういうのじゃない。もともとやってたんですよね。もともと水球の選手。でもそんな水球やろうと思ってもできるもんじゃないですよね。水球って言ったらやれるとこないでしょ。はい、いやいや、水球仲間と連絡つかないとできないですよね。あ、でも、はい、地元のクラブチームで普通に、はい、あ、なるほど、できるんで。そうなんすか。いまだにやってんすか。いまだに、はい、試合も出てます。試合に、はい、前に僕あの、はい、水球の日本代表の人と仕事するときがあって、はい、で、まあ、まあ、多分知らんやろなと思って倉持選手って知ってますって言ったら、はい、お、リリーとか言って、はい、うん、え、知ってる知ってるとか言って、はい、あいつやめちゃくちゃうめえんだよとか言って、はい、だから水球でもずっと続けてればもしかしたら日本代表とかそういう道もあったかもしれないですね。わ、すごかったんすね。すごかったんよ。想像つかないでしょ、なんか。え、水球って、うん、誰にやれとか言われるんですか。誰にやれ。だ、自分でいきなり水球始められないでしょ。うん、確かに目に触れることないからね。ああ、でもお兄ちゃんがやってて、はい、私もシンクロ、シンクロやって。シンクロ、はい、シンクロやってたんですか。もうね、つまんなすぎて、はい、これじゃないってなって、はい、シンクロがつまんなすぎて。そ、近くにあったってことですか。そういう。そうです、あの家から5分のこうジムに、はいはい、何でもある。そうなんです。あ、なるほどね。すごいっすね。うん、だから環境よね、育ったね。はい、はい、水球と。どっかこう旅行とか行かれたりしないですか。はい、休み、ちょっと長い休みとかあったら。後藤選手、新婚旅行とか行かれたんですか。もう。あ、行ってないです。あ、まだ行ってない、はい、行かないんですか。予定は。予定は行きたいんですけどね。はい、やっぱりなんかあれですよね、ちょっと主婦感出ましたよね。ちょっと待って、なんか感じ、そこ感じ取ってんすか。あ、やっぱ我々昔からなんだかんだこうやってトークショー何回もやってて、はい、昔はなんかやっぱすごいみんなの妹みたいな感じでしたけど、はい、一発の主婦になっちゃったなっていう感じがしますよね。寂しそうな、寂しそうですね。はい、ね、でも行きたいですね、新婚旅行、はい、ね、どこ行きたいとかあるんですか。ハワイに行きたいです。あ、そうなんですか。そこはベタに ね、ね、やっぱり、うんうん、倉持選手は旅行、旅行大好きです。私行きました、去年とか。去年、はい、あの同期とハワイ行ってきました。はい、あ、そうなんですね。あ、ハワイがね。ハワイが一番いいですよ。ハワイがいいですね、うんうん、僕来月ハワイ行くんですよ。いや、あの、あなたの特徴じゃない。僕ハワイ行くんですよ。誰が聞きたいんですか。嫁と、はいはい、そうですね、はい、最近ハマってることとか、うん、ハマってること。いやいや、マイク入ってます。ないならいいですよ。はい、ないなら後藤選手は何かありますか。ハマってること、まあまあいろいろ。パンですか、うん、パン。パンですか。パンはハマってません。パンにはハマってない。はい、なんか映画とかね、うん、音楽とかね、うん、ないです。まあいろいろありますよね。はい、はい、あ、思いつきました。いや、思いつかないですけど、はい、最近家にオンデマンドが入りまして。ああ、見え、はい、そうなんですか。あの映画とかいっぱい見れるやつ、はいはい、なんか最新作を家で500円とかで見れるやつ。あ、で、あの日本のあのくすぐったい少女漫画的なやつを見てキュンキュンしてます。はい、何言ってるんですか。まあでもそういうね、やっぱ恋愛っていうのはね、うん、こう人間を活気立たせるもんですから、はい、はい、ね、大事にしてた方がいいね。大事にしたいです。してた方がいいですよね。はい、ということで、はい、はい、まあでもいろいろありますけどね。ありますけども、はい、まあ、次走が、はい、後藤選手が1月26日うん、若松、はい、で倉本選手が1月29日芦屋。なるほど、2人とも九州行くわけですけど、九州に、はい、どうですか若松は。はい、若松は好きなので、はい、うん、いいイメージがあります。あ、そうですか、うん、はい、どうですか芦屋は。
足はもうちょっと記憶にないどこあるんですかどこが記憶にあるんですか。やっぱ関東以外だと地元ですよね、はい、地元ぐらい。関東以外で好きな城どこなんですか。住之江。住之江が好きなんですね。で逆にこっちはナイターで、まあ、モーニングなわけじゃないですか、はい、そうですね、ナイターはどうなんですか。その、はい、いや私もう生活がちょっと朝方なので、あナイター側はちょっと苦手です。そうそう、なるほど。ナイターとかだと入りは何時なんですか。入りは、はい、1時半とかですね。あじゃあもうそれちょっとね。なるほど。で寝るのがちょっと遅くなって12時とかです。あなるほど。あじゃあちょっと普段の生活リズムも違うから。違います、はい、あんまり、うん、普段もっと早く寝てるってことですね。10時には寝てます。パン屋タイム10時に寝てるんですか。いや旦那さんパン屋ですから。旦那さんもうそれぐらい寝るってことですか。そうですね、3時半ぐらいには家出るので。え早いね。仕込みせなあかんから。起きるんですか一緒に。ちょこっとうん、パッと見て、いてじゃいみたいな感じ、おっさんみたいな顔してやるのね。でもどうですか朝モーニング。モーニングめっちゃ早いでしょ。モーニング早いですよね。入り時間は8時半とかですか。だって8時半からレース始まるよね。8時45分から。じゃあ7時とか。7時どうですか7時っていう時間は。いやとんでもないですね。普段はどういう、はい、夜ですか。いやでも自分は、はい、夜1時に寝て、はい、朝11時に起きるみたいな。めっちゃ寝るじゃん。10時間10時間も寝れますか。寝るんすか。めっちゃ寝ます。もう永遠に寝てられますね、うん、なるほどね。1時に寝るってのは決めてんすか。いやこうやっぱそうですね、まぶたが重くなるのが1時、うん、ああ眠くなるんですね。はい。で11時まで。じゃあもうモーニングレースなんかもう全く期待できないですね。1レース目なんかに入れられたもんならもう合わせていきます。いや半分寝てるんちゃうかってみたいな。大丈夫です、ねまあ、ちょっと頑張っていただきましょう、はい、じゃあお時間の方が来ましたんで最後に、はい、今日お集まりの平和島のファンの皆様に、一人ずつご挨拶の、はい、お願いいたします、はい、後藤選手からじゃあお願いします。はい、はいはい、短い時間ですが、はい、お集まりいただきありがとうございます。いいですよ。また来節から頑張りますので、はい、応援よろしくお願いします。はい、どうもありがとうございます。じゃあ倉本選手、宮島のファン投票してくださった方ありがとうございます、はいはい、オールスターのファン投票もしてってください、はい、そして芦屋も、スローに慣れて早く、点数を上げれるように頑張ります。はい、今日はありがとうございました。ありがとうございます。ということで盛大な拍手をお送りください。後藤未来選手と倉持凛選手でした。ありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。